羊部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では123番目に置かれる。羊字は羊を意味する。また、幸に通じて、めでたい、良いの意味もある。節問会辞では頭、角、足、おといった全体の象形とするが、甲骨文を見ると角を持った頭部だけの象形である。 羊は中国で古くから飼育されている家畜であり、六畜の一つに挙げられている。その毛は織物に使われ、肉は食用、土は引用されたり加工されて食用される。現在でも中国は世界一の羊使用国であり、羊乳や羊肉はごく一般的な食材である。特にイスラム教徒は豚肉を食べないので、海賊の多い西北部では、羊肉が主菜として食されている。 このように羊は身近な動物であり武士にもなる独自の字を持つに至っている。変貌の糸としては羊や食品に関することを示す。また、善や義、美、仙などのように良い価値や観念であることを示すものもある。勝婦としては、羊、羊、つまびらかなどの音として使われている。羊部は蒸気のような糸を構成要素に持つ漢字を収録している。 羊、ありがとうございます。